マスターコントローラーは、鉄道車両の出力、速度を遠隔制御するスイッチ装置であり、一般に、鉄道車両の運転台に設置される。日本語では、主管制御機と翻訳される。本項目では便宜上、直接制御機についても説明するが、本来、マスターコントローラー、マスコンあるいは、主管制御機という用語には直接制御機は含まれない。鉄道の運転、 整備の現場における用語法でもマスターコントローラーやマスコンは間接制御における主観制御機のみを指し直接制御機を指す場合や双方を含めて言う場合はコントローラーなどの語が用いられる。鉄道車両の動力源の出力自体を制御する機器は動力者に備えられ電気車の場合は主制御機と称される。複数の車両による 連結運転の必要上、あるいは制御機器の複雑、大型化で、運転台とは別に設置されるようになった場合などには、これらの機器は運転台から遠隔操作されることとなる。そのために運転台に設置し、運転者が操作するものが主管制御機、マスターコントローラーである。運転台からの遠隔操作を行わず、運転台で直接主回路切り替えや、 ギアチェンジなどを行う場合の操作機器にはこのような故障は用いない。制御機などのハンドルを自動車のアクセルペダルに当たるものとする説明が見られるのは制御機ハンドルが担う操作が主に立候だからであるがそれが常に当てはまるとは限らない。立候ハンドルとブレーキハンドルが別体のものをツーハンドルマスコンやツインレーバー型マスコンと総称するがこれには ブレーキも含まれ一体化させたワンハンドルならブレーキもマスコンと同じハンドル一つで操作するわけでこの場合でもマスコンイコールアクセルとは言えなくなってくるなおブレーキを制御する装置は制動弁やブレーキ設定器と呼ばれ制御されるものは制動弁を直接またはブレーキ演算装置を間接的に制御する本校では主にブレーキ設定器の形態に触れるとめ 詳細は、鉄道のブレーキに譲る。現代の電車、電気機関車、機動車、ディーゼル機関車には、通常、以下の方式のいずれかが搭載されている。鉄道車両以外では、天井クレーンで設置されているものもある。三菱電機 KR-8K、直接制御機モーターの電源となる、河川電流そのものを、運転台に引き込み、運転者の力で、 カム軸を操作し、直接、断続や抵抗器の切り替えを行うものである。この方式では、運転台の制御器で、主回路の切り替えが直接行われ、他に遠隔操作される制御器が存在しないため、運転台の制御器は、主管制御器ではなく、直接制御器と呼ばれる。安易に執筆された文章では、直接制御器を、直接制御のマスコン、 直接制御式の主観制御器などと表現しているものが見られることがあるが、いずれも用語の意味を理解していないことによる御用であり、意味が成り立たない。直接制御器の歴史は、1870年代にドイツのシーメンスによって発明された最初の電気機関車にまで遡ることができる。電動機による電動化無軸式などに比べ、 構造が単純で反応が素早い利点があり、立候中断、再立候を繰り返す、路面電車などではその利点が活用されることも多い。ただ、操作力は大きく、体力を要する。また、コントローラー内のスイッチ接点に、下線電圧が直接かかるため、特に外装部の絶縁処理に注意を要し、さらに運転台に置かれるため、コントローラー本体の体積や、 接点の寸法などには物理的な限界があり、高電圧、大電流への対応や一定以上の多段化が困難である。口述の関節非自動制御とも共通するが、ノッチ診断を運転者の判断、感覚で手動で行うため、診断が早すぎた場合や誤って、ノッチを飛ばしてしまった場合、主回路に過大な電流が流れ、保護機構が作動して立行が中断してしまうことがある。 河川電流を引き込む構造上、終電装置を持たない非電動車からの遠隔制御や2両以上の総括制御には不適であり、連結総括制御を行わない用途の車両に用いられる。比較的小型の電気機関車や路面電車のうち、もっぱら炭鉱運転を行う車両などに多い。車体更新を受けている路面電車車両でも制御機は、 従来の直接制御機が引き続き使用されているケースもある。間接制御機低圧電源で小電流の主回路、切り替え用制御信号線のみを運転台に引き込み、この信号線の接続切り替えによって離れた位置にある制御装置を遠隔操作する方式である。この遠隔操作のために運転台に設置されるものが主管制御機マスターコントローラーである。 電車の二両編成以上での運転には遠隔制御を用いるのが望ましいことから1898年にアメリカのフランク・スプレーグの手によりマルチプルユニットシステムと呼ばれる総括制御システムの一環として考案された最初に開発されたスプレーグタイプ D はすでに自動診断機構を備えており制御電源は低圧のバッテリーに頼っていたが これはやがて電動発電機によるより安定した電源を使用するようになった。その後1910年代に入り、低コスト化への要求から補助電源なしで河川電圧による直接駆動可能しかも構造が極めて単純な手動診断式制御機がゼネラルエレクトリック社やウェスティングハウスエレクトリック社の手で相次いで開発された。これらはその廉価さから、 視線区や中小施設を中心に普及した。運転台に搭載されるコントローラーの内蔵スイッチは取り扱う電流量が微小であるため直接式より小型にでき、また操作時の運転手の負担は少ない。複数の車両の制御装置を同時に遠隔操作できるのが最大の長所である。電車、電気機関車に限らず、機動車、ディーゼル機関車にも応用できる。 診断について、運転者の手動操作によって行うものを、間接非自動制御、自動的に行うものを間接自動制御と称する。現在の鉄道車両で通常を用いられているのは、この間接制御機である。電車用間接式制御機の発展電車用、間接式制御機は、その発祥の地であるアメリカにおいて、GE 社と WH 社の2大電機メーカーの競争によって発展した。 このため、現在も、なお、これら2社の製品に由来するシステムが、世界中で使用されている。ここでは、それら2社が製造した、主な製品と、それらとは別に発展した、イギリスのイングリッシュエレクトリック社による、デッカーシステムについて、概要を説明する。GE 社間接式制御機の生みの親である、スプレーグ自身が、もともと、エジソンのスタッフの一人であったという経緯から、 エジソンが創設した GE 社は早期よりこの画期的なシステムの製品化に取り組んできた。その成果は早くも1901年に現れており、電磁式単位スイッチ機構がこの年完成した。後に M コントロールの名で知られるようになった。この合理的なシステムは直流 600V の架線電圧を直接その動作に使用する点に特徴があった。 前述の通り1910年代には回路構成を大幅に簡略化した手動診断式の MK が派生し、さらに自動診断式の MAK は1910年代中盤以降単位スイッチ機構をカムスイッチに置き換えた PC へ移行し、1920年代には多段化や発電制度に対応した PCM が誕生。さらには1940年代に 複数カム軸仕様とカム軸のパイロットモーターによる電動化を施した MCM へと発展。これをコンパクトにまとめたパッケージ式制御機が誕生して技術的な絶頂を迎えた。その後アメリカにおける電気鉄道の衰退機に入って MCM を整理、簡素化した SCM が1960年代に実用化され、 これは、電力用半導体素子の利用による電子制御実用化まで普及した。当然ながら、自動診断式の MAK と、手動診断式の MKK とでは、その制御段数の相違から、コントローラーの仕様が異なっており、相互の並結は不能であった。日本においては、総括制御導入初期に事実上の市場独占を実現しており、 特に新性能車の導入まで小線電車、国鉄電車の標準マスコンとして長く採用され、続けた MC1 系主管制御機は GE 車の C36 系マスターコントローラーを改良したものであった。さらに MCM は戦後国鉄が開発した、いわゆる新性能電車用制御機の基本となった CS12 系のプロトタイプとなり、パッケージ制御機の技術は、 GE 社の日本におけるライセンス提携先である東芝の手により冷房搭載に伴い偽装の小型化が特に強く求められた名鉄5500系電車や名鉄7000系電車などに MC-11 系制御機として導入されている WH 社 GE 社のライバルであった WH 社も少し遅れて電気鉄道向け機器の開発に乗り出し 電空単位スイッチを1904年に実用化した。これは総括制御に必要なもう一つの技術である空気ブレーキの開発で知られるウェスティングハウスならではのアイデアでブレーキに用いる空気圧制御を制御機に応用したものであった。ブレーキと制御機で極力機構を共通、統合化しよう。 という、この WH 社の設計コンセプトは、やがてブレーキの電空動機を実現する隅、HSC、D 発電制動連動型電磁直通ブレーキの開発を経て、ワンハンドルマスコンの講師となったシネストンコントローラーの完成で絶頂を迎えた。WH 社の場合、その型番体系は非常に合理的。 かつシステマティックに整理されており、以下の各種の記号を組み合わせたモデルが存在した。例えば、手動診断、河川電圧動作の場合は、HL、自動診断、停電圧動作、弱め開示機能、M コントロール互換の場合は、ABFM、自動診断、停電圧動作、スポッティング付きの場合は、ABS となる。EE 社直接式制御機のベストセラーとなった。 DBIKX シリーズで知られたイギリスデッカー社も1910年代には総括制御機をラインナップに含める必要に迫られた。このため1920年代以降デッカーシステムとして知られることになる画期的な間接自動制御機シリーズを開発した。これは前述の2社とは異なり当初よりモーターで駆動される 精緻なカムスイッチ機構を備えていた点に特徴があった。電動カムスイッチは当初はその星コストは大きかったが大電流を取り扱うモデルでもコンパクトにまとめられ機構上自動診断機構が容易に構成できるというメリットがあった。このためいずれの製品も自動診断機構を標準搭載してスムーズな加速に欠かせない多段制御を実現しておりこれに合わせて マスコンも自動診断を前提として、実際の制御段数の割に、ノッチ刻みが少ない、コンパクトかつシンプルな構成となっているのが特徴であった。デッカー社は、このシステムの開発直後に EE 社に吸収合併されたため、その大半は EE 社製品として販売された。販路は、主として A 連邦各国であったが、日本及びその影響下にあった各国においては、 日本における EE 社の提携先である東洋電気製造によるライセンス生産品が多数販売され使用された。なお EE 社は1968年にゼネラルエレクトリックカンパニーに買収され GEC 社も1989年にアルストムに鉄道関連部門を売却した。東芝は1954年にカルダンダ化性能車用制御機ポリエチレン -11。 を開発した。これは、蒸気 e 社車の電動カムスイッチ式を外するものだが、ブレーキ系統も連動し、制動の知事は発電ブレーキのみで、ブレーキ力が不足する際は、ブレーキハンドルの操作によらず自動で、空気制動がかかるなど運転手の負担を大きく、低減する機構が盛り込まれた。この制御機は、東急5000系電車に採用されて、良好な成績を示し、後に、 国鉄 CS12 型を講師とする新性能電車用制御器のひな型になった。以降、日本の電動化無軸式制御器は独自の発展を遂げ、CS12 系の上位互換でノっち戻し機能を持つ CS15 系、CS43 型が開発され、さらには大電流 UF 可能と言われていた電気機関車用にも薄い峠を越える関係から軽量化な、 超多弾性魚機が求められた国鉄 EF62 軽電気機関車から本格的に採用された。また、日本では診断シーケンスさえあっていれば異業体の主制魚機を持つ車両同士でも並結できる利点が生かされ、広く行われている。マスコンとブレーキレバーは別々であるものの従来型と違い、マスコンレバーの見た目が自動車の AT セレクターのような 横軸型レバー式となっている。かつてマスコンの操作レバーは伝統的にレバーを横方向に旋回させて操作する縦軸方式であった。下部にあるカバー内にはハンドルと結合されたカム軸と隣に接点部と呼ばれるスイッチを平行に複数設置した構成としており、カム軸で複数のスイッチ接点をオン・オフさせる。熟練者であれば、 ブレーキの操作と合わせることで、細かい制御が可能で、特に起動時における衝撃を抑制することが可能な、反面、一定の技能がないといわゆる、ドン付き衝動を発生させやすかった。直接制御機時代では、河川電源の電気を直接取り入れてコントロールしていたため、マスコン自体は大型であった。国鉄機波181系特急系機動車、運転台左側が、 マスコン右側がブレーキ自動診断式の関節式制御機が主流になると電動発電機または静止型インバータからの低圧電源を使用してコントロールするようになったためマスコン本体は小型化されたそのため必ずしも縦軸である必然性はなくなっていたそこで非軸連射でも操作の容易な形態として横軸マスコンが考案された国鉄では 新幹線の試作車である線型で使用され、その量産車である新幹線0軽電車で実用化された。また在来線では電車に先んじて気波181軽機動車で初採用された。視覚的に進む段、ノッチオフを意識しやすいよう、国鉄型の横軸マスコンは、押して立行、引いてノッチオフであり、後日の民鉄発祥のワンハンドルマスコンとは逆の、 配置になっている。国鉄では長らくブレーキ互換性と動作の確実性からブレーキについては自動空気ブレーキを採用しセルド電磁直通ブレーキを採用する電車についてもこれを併設として自動ブレーキ弁は運転台のブレーキレバーで直接操作するという形態をとった。このため横軸マスコン車でもブレーキは縦軸配置をとった。 これはブレーキが電気指令式のみとなった国鉄最末期の量産車である2 1 1系や2 0 5系でも乗員の監修の問題から踏襲されブレーキ弁直結とならなくなり運転台コンソールと一体化して小型化はしたもののブレーキレバーそのものは縦軸のままであった東急5000系の両手操作式ワンハンドルマスコン本来別々に設置されている マスコンとブレーキレバーを一体構造としたものである。運転操作を極力簡易にするための発想で、すでに1930年代には、シネストンコントローラーと呼ばれる、スミ、HSC 電磁直通ブレーキ用ブレーキ制御弁に、マスコンの電気接点を組み込んだ制御機システムが、アメリカの WH 社の手で開発され、遅くとも九百四十年代後半までには、ニューヨーク、 シカゴ、ボストン市などの地下鉄及び高架鉄道で営業運転に供されている。ワンハンドルマスコンの実現には主管制御機側で操作される発電、回生ブレーキとブレーキ弁で操作される空気ブレーキ系が電気的、機械的に確実に同期動作する必要がある。このため当時の技術では WH 社が開発したセルフラップ式ブレーキ弁と 同じく WH 社開発の締め切り電磁弁や、いこみ弁の併用が事実上必須であった。日本では1952年の高松こと平電気、鉄道1万系電車が、電空一体型ワンハンドルマスコンの最初の採用例であるが、この時点ではセルフラップ弁を持たない通常の直通ブレーキ上にシステムが構築されており、その操作は極めて特殊であった。 しかも、ロブ相当の機構も欠落していたことから、発電ブレーキと直通ブレーキの同期に難があり、この日立ち制、ワンハンドルマスコンシステムは普及しなかった。日本において、ワンハンドルマスコンが本格的に採用されたのは、1960年代後半であり、従来の空気ブレーキがブレーキ弁の操作により指令を行う空気指令方式から、マスコンと同じく、 カム軸の操作により、複数のスイッチ接点をオン・オフさせて、低圧の電気で指令を行う、電気指令式が採用されたことによるものであり、ブレーキ弁を持たないことからブレーキ制御器と呼ばれている。これにより、マスコンとブレーキ制御器を一体化して、一本のハンドルで操作できることが可能となった。両手ワンハンドルマスコン両三者で、 初めて採用されたのは1969年の東急8000系電車である。また、日本ではワンハンドルマスコン採用車両の大半が電気指令式ブレーキとなっている。東急8000系を開発する際に、ワンハンドルマスコンの操作法について、押して制動、引いて立行と馬を漁するやり方に基づいた、それと逆とする案の両方が出され、 最終的には前者に決まった。前者については人間の体が完成に逆らわずに運動する、また一万一失神時には前に倒れ込むであろう、といった点が人間工学に基づいたシステムとしての観点から言われている。導入に際しては当時の運輸省からどちらでも良いがどちらかに決めたらその方式は意後変えてはならないという指導があり、 以後このタイプのコントローラの操作系については JR、私鉄等を問わず全ての車両がこの方式を採用している。両手式を多く採用している会社として関東では東急電鉄を筆頭に小田急電鉄を除く大手私鉄すべてで両手ワンハンドルの採用例がある。関西では阪急電鉄の2200系及び6300。 京以降の車両と半球の系列会社である北大阪急行電鉄9000系電車、半球に乗り入れる大阪メトロ66系、25系、3万系、半球6300系と同様の運行形態を想定していた京阪8000系電車が挙げられる。なお、半球では自社車両への両手ワンハンドルマスコンの導入にあたって東京急行電鉄の協力を得ている。 JR グループでは、片手式の採用が主流となり、両手式は2017年現在まで採用例が一切ない。片手ワンハンドルマスコン KQ800 系の右手操作式、ワンハンドルマスコン小田 Q3000 系の左手操作式、ワンハンドルマスコンハンドルが片手側しかないため、ハンドルを L 字型にして軸の付け根を運転台デスクの端に寄せることができ。 デスクの中央が開いて、各種スイッチやダイアグラム表などを配置しやすいという長所がある。両手ワンハンドルならどちらか片手で握っていればよいが、片手式は走行中常にハンドル側の手で握っていなければならないのが欠点となる。片手ワンハンドルの反対側には手すりが設けられ、もう片方の手が遊んでしまうという運転士の心理的負担を和らげている。 日本での本格的採用はまず右手式で、京浜急行電鉄の800型から採用された。続いて2000型でも採用したが、次世代の1500型からは、都営地下鉄浅草線乗り入れの都合上、両手式に変更されている。伊豆箱根鉄道の3000系と5000系で、採用しているハンドルは、運転台のデスク自体が、京急のそれに準じたものを使っている。 二階式運転台の特急車を持つ小田急電鉄では7000型と1万型で江ノ島電鉄では1000型からいずれも運転台が狭いためコンパクトに収まるという理由で右手ワンハンドルを採用している。なお二階式運転台ではない2万型や3万型も右手ワンハンドルだがこれは小田急ロマンスカー全体での部品共通化を目指したものである。JR グループでは 小田急乗り入れを前提に設計された JR 東海の371系が唯一の右手式採用事例となった。名鉄では3100系以降の申請車両で右手式を標準採用している。左手式の採用は JR 北海道721系電車からである。2003年の日刷オレンジ鉄道ハザー -100 系、機動車は軽快機動車で初めて、 ワンハンドルマスコンが採用された。右手ワンハンドルと比べ、近年は西日本と四国を除いた JR グループや大手私鉄での採用例が増えている。京成電鉄でも直通運転に供されない二代目 AE 型は左手ワンハンドルが採用されている。ヨーロッパにおいては特にトラム等で早くからワンハンドル制御が行われていた。操作方向は日本とは逆に 押して立行、引いて、制動とし、右側通行の大陸ヨーロッパでは、左手操作とするのが、一般的である。ドイツから導入された広島電鉄五0系電車では、日本仕様とするため、操作方向を引いて立行、押して制動、右手操作に設計変更している。一軸通ハンドルマスコン一軸、通ハンドルマスコンワンハンドルマスコン同様か立て、 操作可能ではあるが、右側、左側両方にマスコンハンドルがある。左右の軸が繋がっており、右手で右のレバーを操作すれば、左のレバーも連動して動く仕組みになっている。この方式は、路面電車の一部に採用されている。重央併用マスコン新幹線車両における、重央併用マスコン左手のマスコンを横軸式にする一方で、右手のブレーキハンドルは、 在来車と連結する必要や安価な既存技術を採用するという方針から従来と同じ縦軸ブレーキハンドルとしたもの。国鉄では2 0 1系で採用された後、2 0 5系などいくつかの系列で採用された。私鉄では神戸電鉄3000系電車、西鉄5000系電車、阪神電気鉄道ジェットカーに採用されている。横軸マスコンが全盛を極めている現在では、 採用例が少なく、JR グループの在来線車両では2014年登場の JR 四国パセン600系電車が現時点で最後の採用例である。機動車では関東鉄道の車両が一貫して建て、横軸併用マスコンを採用している。新幹線車両については、現在もこのタイプのマスコンが主流となっており、JR 西日本の500系を除き、 すべてこのタイプである。また、新幹線運転時には、ブレーキ操作より、マスコン操作の方が、重要視されるため、大多数の運転士の利き手である右側に、マスコンが来るよう、ブレーキとマスコンの位置が、在来線車両と左右逆転している。鉄道運転シミュレーションゲーム、電車で、5シリーズのアーケード用筐体は、205系をモデルにした。 縦横軸マスコンを採用している。横軸ツインレバー型マスコン横軸ツインレバー型マスコン電気機関車における横軸ツインレバー型マスコンマスコンブレーキともに横軸としつつもそれぞれ独立して操作する形式である。電車に先んじて国鉄キハ181系機動車が行使となった。 キハ百八十一 k ではブレーキがダイヤフラム式の CLE 電池自動空気ブレーキとなったことに加え、ダ系列との並結を考えない形式であったため、運転台用のブレーキ弁をコンパクトにできたことで実現した。しかし、キハ百八十一 k 自体が国鉄形式としては少数に終わったほか、同じ系統のブレーキ弁を装備する二百一 k では百一1 103系との混用のため、修熟の問題もありすぐには普及しなかった。国鉄分割民営化の後、運転台に自動ブレーキ弁を設置する電車がほぼ解無になり、さらに機動車までもが電気指令式ブレーキを採用するようになったため、ブレーキについても縦軸配置の意味が薄れた。一方で、ワンハンドルマスコンでは、細やかな制御がしづらいことを嫌う事業者に、 普及することになった。レバーの形状は、デスクの横から伸びる L 字型か、デスクの上下に伸びる T 字型で、拳を横にして握る方式がほとんどである。変わった例としては、ハンドル形状が3度も変わった京阪3000、軽電車で2番目に採用されていた形状では、左のマスコンが T 字型で手のひらにより上から押し込み、 右のブレーキが、愛知型で手の甲を右側に向けて握った。関西圏の各車線では、ブレーキ弁とマスコンを同時に操作して、出発時の衝動を軽減するスキルが常用される、例が多いことからこのマスコンを採用することが、比較的多く、JR 西日本221系電車以降の電車、各形式や、私鉄では1990年代以降の新造車用、地下鉄では、 大阪メトロや京都市、神戸市、関西以外では JR 四国や第三セクター鉄道の軌動車、名古屋市営地下鉄の初期の VVVF 制御車で採用例がある。関東の鉄道車両では新形成8800系、電車、箱根登山鉄道線系電車以降の新造車両がツインレバー型を採用している。かつては A 段01系、 零二系や横浜市営地下鉄線系、二千系、三千型がツインレバー型を採用していた。新幹線では JR 西日本が開発した500系が唯一この携帯を取っている。近鉄2万六千系電車は横軸ツインレバー型マスコンであるが、他の横軸ツインレバー型マスコンはブレーキ装置が電気指令式ブレーキであるのに対し、この系列のみ、 電磁直通ブレーキになっている。ただし、操作方法は他の電気指令式ブレーキ車両と同じく、ブレーキハンドルにノッチが刻まれており、7段の電磁直通ブレーキという扱いとなっている。またさらに後年に入ると、自動ブレーキを必須とする機関車においてもブレーキ弁の薬金技術高度化によるさらなる小型化や制御システムの統合電子制御化による間接化で、 横軸ブレーキレバーの採用が可能となった。EF200 系 EF500 型を皮切りとした JR 貨物の VVVF インバータ制御の機関車はこの形態をとっている。他の鉄道会社と直通運転と行う場合、異なる鉄道会社の境界駅で、もう一方の鉄道会社に運転士が交代する運転方法が多く採用されているため、運転士の熟知の問題から、 運転室のスイッチの位置や色に、規格統一が求められるケースが多く存在する。マスコンの形状も、例外ではなく、直通する前景式で1種類、多くても2種類に統一されているケースが目立つ。特徴的な例を挙げる。前述の2 0 1系と2 0 5系で、中央併用式を採用していた国鉄が、東京メトロ千代田線直通用に製造した2 0 3系では、 縦軸マスコンを採用した。一方、東京メトロ東西線では05系の初期型は直通先の中央、総武観光線に103系が多かったことや、自社の5000系も一気に置き換えず、当面は境時点カレージ制御化改造を行って運用を続ける予定だったことなどから、それらに合わせる形で縦軸通ハンドルを採用し、後期型の 05N 系や、 近年の例語警備修繕車では、中央、総武観光船の E231 系投入に合わせて左手ワンハンドルマスコンに変更、有楽町線から転属した霊7系も縦軸、ツーハンドルマスコンから左手ワンハンドルマスコンに変更する改造を施した。その他、京浜急行電鉄では、右手両手、西武鉄道では、両手左手両手と変化した。 反対に一社のみ異なるケースとしては、自社の1万3000系、東部7万系が登場するまでは全車両が、縦軸2ハンドル式のマスコンブレーキ弁を採用した、東京メトロ日比谷線において、ワンハンドルを最初に採用した事業者でもある。東急のみが1000系で、ワンハンドルを採用していた例がある。また、統一ないし種類を減じる措置が取られていない例として、 新京成電鉄新京成線から京成千葉線への、肩乗り入れ及びかつて実施されていた新京成線と、北総開発鉄道北総線、住宅、都市整備公団千葉ニュータウン線を経て、現、北総線との相互直通運転が挙げられる。新京成線と北総線との直通開始当初は、双方縦軸通ハンドルの形式のみ在籍していたが、 横軸通ハンドルの新形成電鉄8800、軽電車の登場、両手腕ハンドルの北総開発鉄道7300、軽電車の登場と1992年の直通廃止までの間にハンドルの種類は増え続けた。直通廃止の前年である1991年に、北総から京成、都営地下鉄、京急への直通を開始したがこちらとの間では、 縦軸2ハンドルと両手ワンハンドルで種類が統一されている。一方で新京成線から京成千葉線への直通は1955年に暫定的に実施した時点では種類にさえはなかったが2006年に再開した時には双方に存在する縦軸2ハンドルと両手ワンハンドルの形式のみならず前述の横軸2ハンドルの8800型も 形状を変更されることなく投入され、形成におけるハンドルの種類が増えることとなった。なお、形成では2010年に左手ワンハンドルの2代目 AE 型の登場で、種類はさらに増加した。同様の例は、名古屋市へ地下鉄鶴舞線と直通運転を行う名鉄でも見られる。地下鉄鶴舞線と、 名鉄トヨタ線が相互直通運転を開始した1979年当時は縦軸通ハンドルの車両のみであったが名鉄犬山線との相互直通運転が開始された1993年に横軸通ハンドルの車両が登場した。さらに3000を機械のため2011年に右手ワンハンドルの車両が登場した結果鶴舞線並びに 相互直通運転を行う名鉄犬山線、トヨタ線のマスコン形状は3種類に増えた。マスコン形状が横軸式となっても、1980年代後期頃までは内部の機構は縦軸式と同様なカムスイッチであり、制御機ハンドルでカムスイッチを動かして接点を断、接する機構であった。制御段数の増加への対応や操作性の改善のため、 1980年代末頃から無接点化したコントローラーが開発、採用されるようになった。無接点化したものでは、カムスイッチを廃し、制御機ハンドルの角度を、ロータリーエンコーダなどにより検出して、制御伝送装置に送り、加減速信号として、主制御機等に伝える方式となり、操作性、整備性とも改善されている。ありがとうございます。